Arles. 12,000 BC, when the gods of the Old Testament ruled the land.我が名は神官フレア、炎の兵のフレア、ウルアーク、神の歌のマーサに次ぐ。神の裁きは下された。神は貴様に生贄としての役割を求めている。神にその身を捧げよ。さもなくば醜く焼かれ豪華とともに滅びるが神の意志。この私の顔のようにな。マーサ、クソ、マーサを焼いたな。ダメよアーレス。なぜだ。神官には決して逆らってはいけない。彼らは神の使い。しかし人間どもよ、神の意志に従え。神だと。貴様は何者だ。アーレス。貴様が大地の剣士を名乗るアーレスか。ウルでその名を馳せているそうだな。お前の残虐非道ぶりも聞いている。神の意志を免罪符に方々の美しい集落を焼いては自己満足に浸っていると。自らの醜い顔がそうさせるとな。人間どもが逆しい口を聞くな。それを神の意志だというのか。その通りだ。神が一体我々に何をした。大いなる慈悲を与えた。慈悲。ふざけるな。神が我々にしたことは作物を腐らせ、地震を起こし、嵐を吹かせ、人々を苦しめただけだ。母なる心の大いなる意志と知れ。人間を苦しめる意志というのか。人間ごときには到底理解はできぬ。ああ、理解できんさ。だが生き延びようとする意志はある。それが神の意志に反するとしても。ほう、抜くというのか。人間どもは学ぶことをしない。己の身の程をわきまえず、己のみの正義を盲信し、神の大いなる意志を理解しようともしない。愚か者め。何、身の程を知るがいい。聞け。ケイ・アールト・ムーンフレイン。天井に燃え盛る炎の精霊よ、古の契約に基づき。待ってください。マーサ。アーレス、ダメ、いけない。だがしかし奴らは。お願い、私の言うことを聞いてちょうだい。マーサ、お願い。聞け、愚かなる人間どもよ。貴様。アーレス、ダメ。マーサ、クソ、気を失った。これは最後通告だ。マーサ、神にその身を献上せよ。神の意志に沿うことこそこの世の断りに沿うものと知れ。マーサの傷は未だ癒えない。あの女、神官フレアの放った炎が彼女の体に少し触れただけだというのに、汲んできた井戸の水では彼女を癒すことはできないのだろうか。よう、アーレス。マーサ様の傷の具合はどうだい。いや、しかしあの時お前がフレアって神官に切りかかろうとした時は肝を冷やしたよ。もっとも気持ちはわからないでもないがな。育ての親を殺されそうになったんだもんな。アーレスは、奴らは神官というが俺たち民を苦しめてばかりじゃないか。本当に神様は噂のように俺たち人間を滅ぼそうとしてるんだろうか。最近そんなことを考えることが多いんだよ。おっと、マーサ様には内緒だぜ。こんな不吉なことを言ったら彼女の傷が治らないよな。ところでお前、
マーサ様の家はこっちじゃないぞ。たく、考え事もいいが、お前がしっかりしなきゃならないんだぜ。村人たちが集まっている。何かの会合なんだろうか。アールス、今は会議中です。もうしばらくお待ちなさい。わかった。けど、水。ありがとう。そこに置いといて。今は少し立て込んでるわ。どう？外で話しましょう、アーレス。マーサの容態のことなんかも。さあ、行きましょう。わかった。俺に聞かれちゃまずい話なのか。バカね、マーサのけじめよ。彼女一応ウルアークの代表だから、育ての親だから、人前ではあなたに必要以上に厳しくするのよ。分かってるさ。で、容態ってどういうことなんだ。そうね。おお、よしよし。子供か、いいもんだな。あなたの子を産んでくれる女性いないの。そんなのはいない。毎日毎日剣を振り回して、たまには女の子に花束でも持っていくのね。剣は自分とこの集落を守るためだ。他人を傷つけるためじゃない。分かってるわ。あなたはまだその剣で一度も切ったことがない。人に害をなす獣を除いては。その方の傷が何よりの証だものね。おお、よちよち。この子に未来はあるのかしら。未来？気を落とさずに聞いてちょうだい。引っかかる言い方だ。そうね。でもこういう他ないもの。容態悪いのか。今日は気分いいみたい。そうか、よかった。今日はよ、持って数日というところね。数日？持って何が。アーレス、気持ちはわかるけど事実よ。バカのことを言うつもりないわ、本当。ほらほら、そんな顔しないの。坊やがびっくりしているじゃない。冗談だろ。マーサも分かっているわ。もって数日ってことは。そう。アーレス、マーサがあれだけ明るく毅然とした態度をとっているのよ。義理とはいえ、息子のあなたがそんなんでどうするの。ああ、よちよち、ごめんなちゃいね。マーサが待って、あと数日。聞いたでしょ、プレーンアークのことは。南の集落のことか。何でも神の裁きが下されたってもっぱらの噂だ。ここもそうなるかもね。俺がそんなことはさせない。神官には誰も逆らえないわ、まして神になど。私、ウルアークを出るわ。見捨てるのか、マーサ。マーサがそうしなさいと言ったのよ。アーレスがあの時、炎の神官に剣を抜いていたら、この集落は全滅していたわ。マーサの命一つで私たち民の命が助かったのよ。こんなこと言いたくはなかったけど、ずっと西の方にシーアークという素晴らしい集落があるそうよ。シーアーク？ウルのように緑に囲まれ、そして海に面した素晴らしい場所。そこを統治している砂の神官は穏健な方と伺っているわ。そこへ移り住むつもり。そうか。もうほとんどの人たちがここを退去すると思うわ。私は別にいい。でもこの子の未来まで私たちの犠牲にしたくないの。わかる。ありがとう、アーレス。もう終わったみたいね、会合も。ほとんどの人たちがここを退去するという確認ね。アーレス、あなたはどうするの。俺はマーサのそばにいる。そう、最後の孝行をしてあげなさい。マーサの命は持ってあと数日。わかりました。それでは皆さん、私も精一杯努力します。
わざわざご苦労様でした。ウルを出ること悪く思わんでくれ、アーレス。我々とて命は惜しいんじゃよ。どうしたというの、アーレス。そんな今にも死にそうな顔をして。だって今日は気分がいいわ。体の痛みも少しだけ和らいでいる。可愛い私のアーレス、こっちへいらっしゃい。はい。どうしたというの、アーレス。体はいいのかい。ええ、今日はとても気分がいいわ。なんだ、元気そうじゃないか。マーサの命がもって数日だなんて、出任せよ。早いものね。早い？何が？アーレスと一緒に暮らし始めてから、もう10年。そんなになるか。アーレスには、お願いがあるの。ああ、何でも言ってくれ。プレン・アークへ行ってちょうだい。プレン・アーク？南にある集落のことか。ええ。今じゃなくたっていいだろ。マーサが怪我をしているというのに。今じゃなくてはならないの。あまり時間がないから。マーサ死ぬのか。命あるものはいつか死ぬわ。茶化さないでくれ。そういうことじゃない。そうね、ごめんなさい。いつなんだ。明日かもしれないし、一年後かもしれない。嘘だろ。そうだったらよかったわ。そう、俺のせいだ。俺があいつに立てついたから。違うわ、アーレス。遅かれ早かれこうなったの。遅かれ早かれってどういうことなんだよ。アーレス、あなたがもし先日のことを悩んでいるなら気にしなくてもいいの。あいつに立てついたことか。私は母なる心から聖なる印を持つ者を神に捧げるようずっと言われ続けてきた。母なる心。慈悲深き神のことよ。母なる心か。変な名前だ。神の名をみだりに口にする者は炎業に呪われてしまう。本当に明日かもしれない命なのか。みんなにはそう言った。じゃあ、本当よ。明日かもしれない。まさか死ぬ。そんな、そんな顔をしないで。可愛い私のアーレス。こんな時にプレンアークなんかに言ってられない。アーレス、お願い。マーサ、俺はマーサの言うことは今まで何でも聞いてきた。だけどこればかりは聞けない。神って一体何なんだよ。慈悲深く崇高なる存在よ。崇高？奴がやってることといったら俺たちの生活を脅かすことばかりじゃないか。そんなことを言ってはいけないわ。いや、言う。神が我々にしたことは作物を腐らせ、地震を起こし、嵐を吹かせ、人々を苦しめただけだ。ええ、分かっているわ。ならなぜ神の崇高なる意志を私たちが理解してないだけ。あの晩、炎の神官がおっしゃった通り。じゃあ俺たちは野垂れ死にしろってことか。違うわ。でも村のみんなウルアークを去るそうだな。ええ、それがいいと私が勧めたの。マーサが一人になるということか。風の噂では神の怒りに触れた集落が次々と壊滅しているというわ。だったらなおさらマーサを一人にしておけない。罪もない人々を私だけのために犠牲にはできないわ。俺は残る。今度あの神官が来たら人たち浴びせてやる。ダメよ。なぜだ。アーレス、あなたにはやってもらいたいことがあるの。プレーンアークへ行けってことかい。明日かもしれない命のマーサを置いて。聖なる印って何なんだ。
聖なる印を刻まれた者は、すなわち選ばれし者のこと。誰に？神に。死ねと？違うわ。世界を救うため。マーサはその印を持ってる奴のことを知ってるのか？知っているわ。私も悩んでいる。確かに神のおやりになることは私たち人間には到底理解が及ばない。俺たちを滅ぼすつもりなんだ。私は母なる心がもっと別のことをお考えになっているように思えるの。私は恐れ多くも神に問うてしまった。聖なる印を持つ者の役割は一体何なのかと。その回答が、あのフレアって神官もやったことか。母なる心はもっと偉大な考えを持っておられたような気がするの。それは何さ。それを確かめるためにアーレスにはプレンアークに行ってほしいの。わかった、マーサ、プレンアークへ行ってみるよ。ありがとう。俺は何をすればいい。プレンアークはちょうどここウルのように神の裁きを受けている。それは俺も聞いた。そこには私と同じような女性がいるの。身を捧げろとか言われてる。そう、ウィルという名前よ。神の歌のウィル。神の歌。マーサと同じだ。私よりもずっと可愛らしいわよ。マーサにはかなわないさ。ところで、神の歌っていうのは。神官たちがそう呼んでいるの。神や神官の言葉を人々に伝えるのがその役目。だけど今はその身を求められている。ええ。そのウィルって子をここへ連れてくればいいんだね。ここへ連れてきてはいけないわ。私の想像通りなら私とウィルは出会ってはいけない。出会ってはいけない。そう。喧嘩でもしてるのか。フレンアークが神の裁きを受けたのは、ウィルがおそらく私と同じ考えを持っていたから。生贄としての役割、神にこの身を献上する。それをウィルは拒否したのね。それとウィルと出会ってはいけないというのとどういう関係があるんだ。私も確信はしていないわ。多分そんな予感がするの。ウィルと出会うことこそ矜持の幕開けになると。意味がわからない。そうね。神の御心は誰にもわからないのかもしれない。ウィルと出会うと矜持になる。どういうことなんだ。アーレス、ウィルに会って私の言うことを伝えてほしいの。ああ、なんて伝える。いい、心して聞いて。私は先立ちます。ウルやプレンだけでなく世界の平和を。先立つってどういうことだよ。そういえばウィルは理解してくれるでしょう。そんなことは伝えられない。俺はプレンアークへ行かない。アーレス、そんなダダをこねないで。ダダじゃない。そんな不条理な言い分には従いたくないだけだ。アーレス、あなたがとても私のことを心配してくれているのは分かっているわ。だけど今はもっと大きな考えを持ってほしいの。大きな考え。私一人などにかまけていてはいけない。マーサ、あなたは今は亡きアブラームの意志を継ぐものになるの。アブラームは確かこの地に住む民たちの英雄だった。そう、あなたは彼に拾われて私のところに来たの。それから俺はマースと一緒に住むようになったんだ。あなたは私の息子であり弟であり私を守る騎士だったわ。それも英雄に拾われたからかもしれないな。
アブラームは定めの地へ民を導き、永遠の平和を神と契約するはずだった。確かジーナイーとかいう山がこの世界のどこかにあるという話だった。そう、神が降臨する聖なる山よ。アブラームはそこで神と契約するはずだった。だが途中で死んだ。迷いの森で力尽きたと従者から聞いたわ。俺にアブラームと同じ英雄になれっていうのか。よしてくれ。あなたはアーレスよ。あなたにしかできないことがある。これをアブラームが最後に残したものよ。さあこれを。さあアーレス、行ってちょうだい。だが今行ったら数日は帰れないかもしれない。そうね。マーサは明日にも。くそ、俺は行かない、行けない。時間を無駄にしてはいけないわ。俺がマーサのそばにいるのは無駄じゃない。アーレス、あなたが旅立てばもはや会うこともないでしょう。これが今生の別れとなります。母さん、そんな。行きなさい、アーレス。母上を見捨てて俺は行けない。あなたは私の死に様をそんなに見たいのですか。私は見られたくありません。私はまだ立ち上がれる。神の歌のマーサの姿を見ておいてもらいたい。母さんね。わかった。ウィルって女の子を探してマーサの言葉を伝えたらすぐに帰ってくる。ありがとう、アーレス。それともう一つ、目的を達するまでここへ帰ってきてはいけません。なぜ。これは大切なこと、アーレス。あなたの意志が鈍るのを防ぐため。わかった。簡単なことだ。ウィルって女の子にマーサの言葉を伝えたらいいんだな。ええ、ありがとう、アーレス。愛してるわ。じゃあ一っ走り行ってくれ。ええ、待ってるわ、アーレス。私、明日にも怖い。死ぬのがこんな啓示など受けたくなかった。私が聖なる印を持つ者でも、これは誰にも言えない。言えば私は神のもとへ連れ去られてしまう。普通の人間として生きたかった。アーレス、あなたと別れたくない。あなたは息子同然。でも愛してしまったの。別れたくない。怖い、怖いの。誰か、お願い、神様、私たちをお許しください。マーサは気の毒だったな。わしは明日にでも家族を連れてプレンアークにでも行ってみようと思う。え、プレンアークも神の怒りに触れただって。作物は腐らされ。地震に雷、竜巻が吹き荒れるここよりはマシじゃろうよ。マーサを残していくのは心残りだが、だがこれはマーサの意向でもあるのだ。アーレスはウィルという女の子を、プレンアークでは神の歌のウィルと呼ばれてる女の子だな。結構可愛らしいという噂だ。アーレス、
浮気をするな。そんな怖い顔をするな。もしかしたらプレンアークでお互い会えるかもしれんな。じゃあな。アーレス、何でも南の集落プレンアークへ行くそうだな。亡き英雄アブラームの意志を継ぐと聞いたぜ。すごいことだ。俺たち人間を定めの地へ導いてくれ。ん？俺かい？俺はマーサ様を除く村人が全員退去した後でここを去るつもりさ。いわゆるしんがりってやつさ。かっこつけすぎかい？マーサ様は本当に残念だったと。マーサ様。マーサ、大丈夫なのか、体は。ええ、愛するあなたの目にまだ元気な私の姿を焼き付けておきたかった。私の体は大丈夫、心配しないでね。マーサ、そんな顔をしないで。まるで今にも私が死んでしまいそう。あなたにいいものを渡しておくわ。俺に？これよ。これは？アブラームの最後の絵日記。詳しい地図がここに記されている。アブラームの従者が私にくれたものよ。あなたの旅にきっと役立つわ。分かった、もらっておく。アーレス、その目に私を焼き付けて、そして必ずウィルに伝えて。ああ、さっさと用事を済ませてすぐに帰ってくる。ええ、私の可愛い息子、行ってらっしゃい。母上、さらば。待っているわ。アーレスは二度と後ろを振り返ることはありませんでした。おそらくマーサはアーレスと再び会うことがないということも知っていたのです。今生の別れと知るからこそ、あの体でここへ見送りに来たのでしょう。マーサの待っているという言葉がアーレスの心に染み渡りました。胸をかきむしりたい衝動にアーレスは襲われます。だがそんなマーサの気遣いに報いるには、未練がましく振り向かずに旅立つこと、そう思ったのでした。マーサはアーレスの後ろ姿をいつまでもいつまでも見守っていました。彼の体が見えなくなっても、彼が歩み去っていった方向をじっと愛するものを見続けていたのです。こうしてアーレスはウルワークを旅立ちました。神の歌のウィルという女性を探し出すために。カスミ 2000 AD The legend is yet spoken as the end of the millennium.